所属 FP 事務所の静香でございます。ストックステーション第31回ということでですね、最近ストックステーションの方はですね、なんかふわっとしたような内容、なんかあんまり中身のあることをやってこなかったので、ちょっと久々にですね、初心に帰って、株式、株の株式投資に役に立つような内容のことをやっていきたいと思いましてですね。で、ちょうどこの前 SQ を通過したということで、先物の話をしようかなと、信用の話にしようか先物の話にしようかちょっと迷ったんですが、信用はちょっともうちょっと時間を経てですね、実際に信用取引の話も含めて、で、賃借倍率、貸借倍率か、貸借倍率の話とか、信用残とかの話も含めて知っていきたいなと。あとはそっちの話を見た方が、一つの株の指標の一つとしてはいいんでしょうけど、まあ、まとめてやりたいなと。で、先物は、先物取引についてはちょっとあまり話さずに、先物の数字だけ見ましょうねって話を今回したいなということでですね、取り上げてみました。ということでこちら、先物って何と、初心者のための先物指数の見方ということです。先物の取引の具体的な、なんかその、最低取引、アービトラージの話とか、海外投資家がこういう取引をしてるからこうだみたいな、ゴールドマンサックスの、最低残を見てうんぬんみたいな話をちょっと今回はしませんが、ちょろっと話を入れたりはしますけど、そこを細かく分析するとか、じゃあどうやって先物取引を、やったらいいんだっていう話はちょっとしません。いずれするかもしれないですけどね、ちょっとまだまだ、また初心者向けの話ということでですね。で、ただ先物とは何だっていう話をしないわけにはいかないので、先物とはいわゆるデリバティブと呼ばれている商品のうちの一つでありまして、オプションとか、スワップとかですね、いくつかこうデリバティブ、その金融派生商品というやつですけど、その中の一つの種類ということで先物取引というものがあります。で、オプション取引とかの話は、ちょろっと投資信託を考えるの動画の方で話をしたんですが、オプションと、まあ、オプションをこううまく組み合わせて先物取引みたいにするみたいなやり方もあったりするんですけど、まあそれも置いておきまして、で、先物とは、将来のあらかじめ定められた期日、SQ のことですね。特別生産指数の算出日のこと。3、6、9、12月の、第2金曜日です。基本的には。で、そうじゃない、ミニ先物とかだと毎月みたいなことがあったりするんで、一応、ミニはの話とかも置いといて、3月、6月、9月、12月の第2金曜日がこの期日になります。で、特定の商品ですね。原資産。話が分かりやすいんで、一応日経平均の話にで進めていきたいと思うんですけど、日経225ですね。で、あと他にもトピックスの先物とか、東証マザーズの先物とか、あと、ちょっと取引のものが違ったりするんですけど、国債の取引、国債の先物とか、あと日経 VI 先物とかっていうものもあったりしますが、一応日経225の話で進めたいと思います。トピックスなんかも同じような価値、マザーズとかも。で、現時点で取り決めた価格で売買することを約束する取引というものなんですね。で、現物株との違いというところを見ると、まあ、なんとなくイメージできるのかなと思うんですが、取引できる期間が決まってるわけですね。今だとですね、今だとって言って、このまままた、見る時期にもよるんですが、今日が3月の15日なんですけど、先日、3月の10日に3月切りというですね、3月の10日が期限、3月9日か正確には、先物指数の、決済が終わったので、今は基本的に6月切りのものをほとんど売買している例が多いのかなと思います。9月とかもあるんですけどね、その期間が決まっているわけです。取引できるものの期間が。
で、信用みたいに売りから入れるんですね、先物を売るというところからスタートできるんですよ。で、売りから入れるっていうことはつまり証拠金取引っていうことなんですけど、証拠金を積んでその何倍もの取引をするという形です。今だと75万とかそれぐらいだったと思いますけど、で、1億ぐらいですかの取引をすると、違うか1000倍だから、2000万弱ぐらいの取引をするというような感じですね。で、実際の受け渡しとかっていうのはなくて、株をもらうとかっていうこの何ですかね、発想はなくって、先に決済をするものなんですね。なので、どっかで買いました、でどっかで売りますってなったら、その先、その差額だけの決済をするというような形になります。日経平均1万8000円の時にこの先物を買いました、1万9000円で売りましたとなったら、1000倍の取引なんで100万円プラスになって帰ってくるだけっていうことですね。そういうイメージです。現物株の場合は買いましたってなったら、株が基本的には口座に入ってくるっていう、まあ先物もまあ、ね、口座に出るっちゃ出るんですけどっていうようなイメージですんで、その辺は違うのかなと。まあ、ここに書いてあるのが JPX のホームページに書いてあったんで、そのままいただいてきましたが、そういうことです。で、先物指数は現物株の指標になるという話なんですよ。なので、重要な数字なんですよってことなんですね。で、日経225の先物取引を一応例にして話してるんですが、世界で、主な日経225の先物の取引所がこの大阪取引所 JPX 日本取引所グループの大阪取引所と、シカゴ商業取引所、シカゴマーカンタイルエクスチェンジかな、であとシンガポールのシンガポール証券取引所 SGX というやつですね、が主な取引所です。で、取引時間が普通の国内株のその現物の、市場の取引時間と全然違うんですね。でね、昔は、夜間の取引があったので、シカゴのこの CME の価格を見ていたんですよ。で、朝になって CME がいくらだったのかなっていうのを見て、日経平均だいたいこれぐらいからスタートするんだろうなみたいなことを考えていたわけです。で、今は大阪取引所があったりするので、ちょっと時間早く終わっちゃうんですけど、大阪取引所の先物も、よく見ながら取引をすると。で、取引高のボリュームのところで言うと、どんなもんですかね、大阪国内取引所が6で、シンガポールが3で、CME が1ぐらいのボリュームの差なんで、基本的にはやっぱり大阪の、市場が空いてる時間は大阪の先物の価格を見たいなと。で、朝一番まあ遅くまでやってるのが CME なんで、 CME の価格見て、で朝も8時からスタートするんで、8時の CME の価格見て、なるほどなっていう感じで、みんな、国内の動向を予測するということですね。CME は今その WTI とかの取引もグループ内でやっているんですけど、結構ね、日本取引所みたいにどん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 拡大しているような形になってきますね。で、まあ、要は参考にしましょうって話なんですよ、先物の指数を。で、朝なんでみんな日経平均これぐらいになるとわかんのって言ったら、先物の数字見てるだけなんで、まあ、だけって言ったら言い過ぎなんですけど、先物指数と現物株指数は基本的に同じ動きをするということです。両者の、こうなんですか、価格差がたまにあったりとかするので、その差を取って、最低取引って言って、まあ、高いものを売って安いものを買うみたいな取引をするんですよ。機関投資家なり外資系証券会社とかそういうのをするので、
で、大きな単位でそれをやれば別に19,510円と19,515円はそんな差じゃないかもしれないですけど、大きな単位で、取引をすれば結構な、ね、利益になりますんで、そういった、取引をするわけですよね。で、なので、先物指数と現物株指数は基本的に同じ動きをすることになっています。違う動きをしているんであれば、そこはまた最低取引とです。先ほどの、差額を取りに行くような取引が行われるので、差が埋まるんですね。で、あと現物株が取引できない夜間とかにも先物は取引されるので、夜間に海外で大きな動きがあったら先物指数もそれに応じて動くと。夜間に為替が円安になったとかっていうことになると、先物の指数は上がるわけですね。とか、地政学、まあ、政治リスク的なことは何かあれば、先物売られるという夜間にもそういう動きが出てくるということですね。で、あと逆にというのも変ですけど、お昼とかのお休みの時間ですね、国内株の現物が休みの時間11時半から12時半にも先物取引ができるので、お昼に何か重要な、イベントがあったっていう場合にも先物だけ動く、まあ、先物と為替だけ動くみたいなことがあったりするので、そういう場合にも、こういうふうに現物になりそうだなっていう予測が立てられるということですね。で、基本的には先物が先に動くパターンが多いかなという、まあなんとなくです、これは。先物が動いて、現物株が動くということが多いのかなと思ってます。もっと言うと、今だったらね、金利が動いて、為替が動いて、先物が動いて、現物株が動くみたいな、そんな流れのことが多いのかなという気がしますけどね。で、そういうことなんで、朝の代償の指数とか CME の終わりね、とか、あと現物の寄り付き前、その8時、CME だったら8時から、国内代償だったら8時45分からの先物の価格で現物の寄り付き直後の価格を判断すると。で、あと先物取引は外資系証券会社、先物取引は外資系証券会社の取引高が非常に多いの、大きいので、特に今はゴールドマンサックスの動きがどうなのかっていうところをみんな注目してます。で、どれぐらいのポジションを持ってるのかっていうのは、見れますので、日本取引所の中に、データが入ってますんで、そこで見れますんで、気になる方はご覧ください。特にその今は、どっちかっていうとゴールドマンサックスのトピックスの先物のポジションが注目されてるみたいですけどね。まあ、また、ちょっとそれもいろいろ変わってくるんでしょうから。で、メジャー SQ 以降ですね、これちょっと注意点ですね。その月の権利付き最終日までは現物指数と配当分乖離するということを書いてあるんですが、今ちょうど多分あんまり後になってこの動画見るってこともないと思うんですが、今先物を慣れちゃった今な先物を見ていただくと、だいたい現物指数と、先物日経平均の場合ですけど、の間にだいたい120円とか130円ぐらいの差が出てくるはずなんですね。で、これは何かっていうと、先物は SQ のタイミングでですね、配当分の差が出てしまうんですよ。うん、はい。で、今が3月の15なんですが、3月10日、この前3月10日に、SQ がありまして、で、3月の今月は28日が権利付き最終。ちょっと終わりとだけ書いておきましょうか。権利付き最終ですね。で、ここが SQ ですね。で、ここまで3月10日までは、先物の3月切り、日経金、日経225先物の3月切りというものをみんな売買してるんですよ。ほとんどは。で、これは3月10日、3月9日で、取引が終了するんですね。で、それ以降はどうなるかというと、ここからは、6月切りというもの、6月の、まあ、十何日に SQ が来る商品に、変わるんですよ。
で、この日まではみんな先物指数って言ったら、この3月切りのものの指数を見ていたんですが、急にここから6月切りのものを見るようになるんですね。で、3月切りの商品については、3月切りの先物については、ここで配当が出ますから、3月28日ね、あくまで予想配当ですけど、配当が出ますんで、その配当も含んだ金額になっている。ただ、こっちの6月切りのものについては、配当が出たよと、出たものとして計算しているんで、配当分安いんですね、こっちの方が、6月切りが。配当分だけ安い。なので、で、基本的には今回130円ぐらい、日経225から配当が出るので、6月切りは今130円安い表示になっています。なので、現物株の指数と6月切りの先物の指数は、今130円違いが出ているということになってますんで、これが3月28日になると、225が安くなるんで、130円分安くなるので、そこで、差が解消されるんですが、その差が出ます。あとは本当のことを言うと、金利の分の差があったりするんですが、今はもうほとんど金利がつかないので、そこの違いが出ていないということなんですけどね。金利は逆に高い方が、先物の方が高くなるということになるんですが、まあ、そういう差が出るということがありますので、ちょっとこの2週間ぐらいだけ気をつけてくださいねっていうことです。あと、例えば SQ 直前になると、ちょっとこう、その3月切りの期間が終わるんで、3月切りの期間が終わるんで、ちょっと特殊にこう3月切りの商品を売って6月にロールオーバーするって言うんですけど、6月切りのものに乗り換えたりとか、あといろんなその売買が行われたりします。さっきの最低取引なんかをしている場合は現物株を売ったりとか、まあ、逆に買ったりとかっていうことが行われることがあるので、SQ 前の火曜水曜は荒れるみたいなことを言ったりしますが、まあ、最近はあんまりねそういうこともないですけどっていうのがあったりします。あとその SQ 直前とかは特に日経225の場合そうなっちゃうんですけど、ファーストリテイリングとか、ソフトバンク、ファナックあたりの、まあ、日経平均5、3系みたいなやつ、あの値傘株のあたりは結構その個別で個別にこう最低取引みたいに売買されたりすることがあるんで、ちょっと値動きが荒っぽくなったりします。そんな話です。はい。で、次。まあ、先ほどの話はこんな形ですね。まあ、本当にそういう風に見るんだよっていう形でちょっと軽く今回は捉えてください。またいつか細かく話をします。で、英語でフューチャーとかって書いてあったりするんで、フューチャーって書いてあったら先物ですね。で、相場の白銀の話。60日で一試合。相場というものは特別な材料、状況の変化がない限り、だいたい60日ぐらいで一相場となるって。確かにそれぐらいで見てるなって思ったんで、これ取り上げたんですけど、2ヶ月ぐらいで売買の潮目を考えるべき。安値から高値までの間はだいたい2ヶ月ぐらいなんじゃないかなっていうような、昔からの格言ですね。で、ちょっと関連してというか、なんというか、景気のサイクルみたいなことをちょっと、これを、考えながら思い出したんで、よくというか、昔あった、話ですけど、景気の循環サイクルみたいなのが、4つあるよっていう話ですね。キチンの波、ジュグラーの波、クズネッツの波、コンドラチェフの波っていうのが、まあ、あるよねっていうような話。でこういう形で、まあ、こういうサイクルで景気変動っていうのは行われていくんだと。で、それは何なのか、その内容は何なのかというと、基準の波、この2、3年の波、これが2、3年って言ったりとか、1年って言ったりとか、40ヶ月って言ったりとか、いろんな説があるんで、どれやねんっていう気持ちもあるんですが、基準の波は在庫変動のサイクルと。だいたいこれぐらいで在庫が吐けるとか、溜まっていくとかっていうようなサイクルが生まれるんだよっていうような、基準の波。やっぱちっちゃい波があると。で、その後、というかそれより大きな波としてジュグラーの波が、設備投資のサイクル、いろんな、投資をしていく
新しい機械、新しい設備を作るとかっていうような、サイクルがだいたい10年ぐらい。まあ、10年ぐらいでこう、ね、減価償却されるとか、まあ、ね、車とかだと、6年、7年とかっていう話になりますけど、まあ、もうちょっと使ったりとかしてね、10年ぐらいでサイクルが来るんじゃないかっていうような話。で、あと、クズ熱の波ですね。約10年ぐらいのサイクル。建設設備の建設投資のサイクル。新しい建物を建てなきゃいけないとかっていうサイクルがだいたい20年ぐらい。まあ、ひょっとしたらもうちょっと今長くなってるのかもしれないですけどね。で、コンドラチェフの波。約50年のサイクルですね。技術革新のサイクルと言われてますが、新しい技術、新しい、まあ、まさにこの第4次産業革命っていうのはそういうところなのかもしれないですけど、新しい技術が生まれる波っていうのが50年に1回ぐらい来ると。もうちょっと今長いのかなっていう気もしないでもないですけどね、コンドラチェフの波とかね。で、この技術革新のサイクルは戦争とともに、現れるっていうような話もありまして、ちょうどその50年に一度の大きな戦争のたびに、まあ、戦争にのために生み出される、技術っていうのはかなりこう汎用性の高い技術があったりするので、そういう意味合いでこうこの50年の波が生まれるというところもあるのかもしれないですね。はい、というような話でした。まあ、ちょっと思い出したっていうだけで、まあ、幹部については比較的短期のところで言うと60日。まあ確かに、例えば、トランプラリーについても11月の頭から始まって1月の頭ぐらいまで、でまあ一旦落ち着いたっていう感じがあったかなと思うんですよね。で、そこからまあまた、今第2波なのか第3波なのかちょっと何ともわかんないところですけど、っていうのはまあ60日ぐらいでサイクル来てるのかなって本当にっていうのはちょっと思ったところなんですね。はい。ということで、ちょっとお知らせちょっとまとめました。メールマガジンを復活させたっていう話をお伝えしたかと思うんですが、まあ昔ちょっとやってたんですけど、それを復活させてですね、まあ、タイトルも変えられなかったのでこのまんましてます。毎週土曜日のお昼頃に配信しておりますが、その週週1回その週の出来事を、読まずに眺めるだけでなんとなく掴んでいただけるような内容にしております。こういう形で載せております。ちょっとちっちゃくて見づらいと思いますが、日経金とかドルの動き、ニューヨークダウの動き、金利の動き、あと、まあ、重要指標、本当に重要なもんだけど、SQ 値と、雇用統計の結果だけここに載せました。あと、その週の、まあ、翌週の重要イベント、ざっと上げて、で、あと、業種別の騰落率ですね、1週間の騰落率。業種別の騰落率の上位回だけ見れば、なんとなくその週の動きがわかるんじゃないかと、個人的には思ってるんですが、ああその週は石油が上がったのねとかね。なんとなく、つかめるかなと。ただ、ちょっとつかみづらいですね、この週はね。まあ比較的ディフェンシブが弱かったのかなっていう気はしますが、鉄鋼非鉄も弱かったりとか、なんとも言えないところですね。はい。で、前週末日値上がりランキング。これはなんとなく載せてるだけですね。上がり値下がりランキング。まあ一言、ここは加えてもいいんですけどね、材料ね。で、あと国地域別の騰落率上位、韓国が一番強かったとかね、のも載せてます。騰落率下位も載せてます。で、まあ、それだけだとちょっと申し訳ないんで、私のコメント、個人的なコメントも載せております。という感じのメールマガを毎週送っておりますので、もしよろしければ登録いただきたいなと思っております。マグマグ、と検索してマグマグのページに行って、でそこでマグマグのページ内から静かで検索すると出てくると思います。マグマグ静かでも出てくるかもしれないですけどね。あと以前から紹介しているソルディのサイトの方で、今ビットコインの日時レポートですとかですね、毎日その日の相場の動き、ビットコイン市場の動きとか、あと、翌日以降の相場想定とかを毎日書いておりますので、平日ぜひご覧いただければなと思っております。毎日書いてるっていうのは多分ないと思うので、国内には特に。で、分かりやすくあえて、本当はドル表記にした方が
やりやすいんですけど、まあ、あえて日本円ベースで話を進めておりますので、国内の個人投資家にも優しい、記事に、したいなと思ってますんでね。であと、まあ、他にもコラム書きます。今月はロボアドバイザーの記事を、アップさせてもらう予定になっておりますんで、ご期待いただければなと。あと、ホスピタリティ .com という、これも以前紹介しました。この前は、訪日外国人客数の話と、外食産業についてっていうレポートを書きました。これ月1回ぐらい連載していく予定になっております。一応、この前書いて、お試し的な形で、書いてみましたが、4月から本格的にやることになっておりますので、こちらもまた新しいものアップされましたら、この動画内で紹介していこうと思っております。あとちょっと不動産のレポートまた新たに書くかもしれませんけども、またこちらも決まればまた動画内でご紹介しますね。という形で質問も引き続き募集中です。いろいろいただければなと。ちょっとニコニコ動画のコメントって言って、最近ニコニコの方には3万円からの投資生活しかアップしてないんですけど、まあいいかなって。いや、アップしてくれっていう声があればしますが、多分ないと思うんで、しません。はい。ということで、本当にちょっと、初心者向けの先物の話でした。全然深い話はしてないんで、それだけかよって思ってらっしゃる方もいると思いますが、まあいいじゃないですか。詳しい人は、ね、ご自身で調べることができると思いますし、まあ、もう知ってる人のために話してもしょうがないので、まあ、そういうのを見たりしてるんだよっていうことをですね、ちょっと知っていただきたいなと。で、新しく、ね、やっぱり株を始める方もね、それなりにどのタイミングでもいらっしゃるので、そういう方のためにと思っていますので、この動画シリーズについては、はい、ということでした。あと、3万円のその動画の方で話したんですけど、また岡三証券の営業の人が来て、まあ、いろいろ話を聞きました。ちょっと久々に証券会社あるあるみたいなのを話したりとかしてですね、ちょっと昔を思い出したりとかしながら楽しかったんですけど、岡さんは IPO が完全抽選らしいんですね。あの対面証券なのに。普通そのネット口座とかネット証券とかは完全抽選で、対面とかそのいわゆるコンサルティングコースみたいなのの場合って、ある程度こう支店長の裁量でみたいなね、その IPO マニアにあんまりあげないみたいなのがあったりするんですけど、岡さんは完全抽選らしいんで、ちょっとまあもし IPO 好きな方は口座持っといてもいいんじゃないかなという気はします。岡さんオンライン証券で口座持ってても、作れるらしいので、まあ、IPO をガンガントライしていきたいっていう人は岡さんに口座一つ作っといても、まあ、いいんじゃないかなっていう。手数料はちょっと高いんですけどね、やっぱりね。でも IPO だったら抜けるでしょ、それぐらいと思ったりしますね。あと今いろいろ情報を引き続きちょっともらいながら、でこの動画でも展開していきたいなと思ってますん で、あと、岡さん、そうですね、岡さんの営業員ちょっと紹介してくれっていうことがあればご連絡いただければ紹介しますんで、まあ他の証券会社でも多分それなりにつてはあるんで、行っていただければ紹介しますですね。あとそうですね、岡さんの、おすすめ銘柄はサイバーダインと夢の街創造委員会とメタップスということで、がっつり、まあ、あの値上がり重視だって言ったんで、その辺を紹介してきたのかもしれないですけど、夢の街あたり今安いからいいかもしれないですよね。まあ、サイバーダインも今日下がってましたけど、というような感じですかね。はい、ということで、ストックステーション第31回ですね。先物の超初心者向けの先物導入編でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。